ウィリー・バンクスウィリー・バンクスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州の陸上競技選手。三段飛べの元世界記録保持者。カリフォルニア州、トラピス軍人基地で生まれる。高校生の頃より三段飛べを始める。総幅飛び、三段飛べ、総高飛び、棒高飛びの選手が、助走前に観客に手拍子を求めるパフォーマンスは、今ではよく見かける光景であるが、これは、彼が、 集中力を高めようと3回ほど拍手をしたことがきっかけで選手や観客に広まったと言われている。1984年にロサンゼルスオリンピックに出場。翌1985年6月16日に17メートル97センチメートルの世界記録を樹立した。その後10年間世界記録を保持。その1年後の同じ日には自身の哲学を広め、 スポーツ環境の充実を目指す、HSJ インコーポレーテッドを設立。幼少時代より日本文化に親しんできていて日本語が堪能な上、妻も日本人女性である。1989年から1992年まで中京大学の特別講師として法学と体育学を教授した。1999年、HSJ インコーポレーテッド日本社を設立。 スポーツ関連の企画やコンサルタントを行い、スポーツカウンセリングを通じて、若いスポーツ選手の育成に力を注いでいる。現在は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴに拠点を置き、HSJ インコーポレーテッドの代表取締役社長を務める傍ら、米国オリンピック委員会選手会会長、全米陸上競技連盟理事、現役引退後もスポーツ界で、 積極的に活動を続けている。2006年、2007年のマスターズ陸上三段飛べ、競技50から54歳部門で世界ランキング1位。ありがとうございます。